で、まあ一応、そうだな。これぶった切って、まあここにロフトをするとか、その上に負荷はかからないと思うんで、ちょっとした金具のプレートにビス打って、まあ適当に戻せばいいかなぐらいです。どうせあれなんだよね。天井のなんだろう、なんとかシートをまた、この小釘で戻す感じなんで、まあ、ここにね、ロフトを作ろうかなとは思ったけれども、ちょっとロフトは無理だね。無理だね。まあ、あれ、天井が低いので、まあ、このまま行きますわ。ロフト作るとしたら多分ここだわ。ここら辺。まあ大体ここら辺から2階にすればいいかなっていう感じだね。うん。まあ物置はもうちょい欲しいからね。っていうなわけで、じゃあちょっと小釘抜いていきますか。ようやく届きました。はい、これバールですね。確か90センチかな、120だったかな。大体これのごっついバールがあれば、まあこれも、まあね、あと床剥がすときにも、まあ結構役に立ってくれると思うんだけれども、まあこれだと見えないけれども、これだね。これ通風口で、この通風口にネット張る、網戸のね、網を張るのに、ちょっとこの邪魔な木どかして切ったりやってきます。で、やっぱまあ、あれどこ行っちゃった。やっぱり蜂の出入りが嫌なんで、多分ね、奥の方にも作られたかな。まあ、一応これ蜂の巣のね、残骸があるんだけど、まあ、結構、まあ、カメラじゃわかんないけど、目で見るとあるんだわ。作られた跡がね。なので、ちょっと完璧に塞いでやっていきたいと思います。まあ、とりあえず、じゃあ、どうしようか。はい。早速買ったこのブラック&デッカーの、丸ノコでいいかな。で、ちょっとぶった切っていきます。
まあ、レアとは、ああ、邪魔くせえのはこの棒。で、ですね、ようやく穴開きました。開通です。で、問題これなんだ、問題これなんだ。本当になんでこんな通し方したんだよ。で、まああとは、まあ、大体こんな感じで結構無理くりな、な感じです。まあこれがあれ、蜂の巣の跡だね。で、これが大体まあ20センチ×4、30なんで、まあ大体25×35 くらいで作っ、あの網戸の網切り抜いて貼っときます、ボンドで。まあこれがまあ屋根裏ですね。でもね、意外とね、綺麗ではあるけど廃材だね。だってさ、これ焼けてさ、焦げたやつだもん。どういう材でこの家は作られたのかってすごい興味深い。でもまあ蜂の巣っぽいものはなくて、まあ大体ケーブルがあそこにあり、まあこっからなんかね、
だから U 字の杭で渡されてるから、それらを全部それらを全部切って外してだね。はい。こんな感じでちょっとここに網戸入れてきます。